でも激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、相変わらず福岡にいるんですけど、今回はこちらのお店です。殺しのカレー屋ということで、店名が殺しのカレーというね、おっかない名前ですよ。福岡ってね、ちょっとおっかないメニューばっか食ってますけども、前々回が殺人担々麺の死神担々麺で、1個前が、激辛焼肉のあの世行き、そして今度は殺しのカレーと、命が何個あっても足りんわと、辛さレベルが選べます。7段階ぐらいですかね、いろいろあります。そして今日はですね、この悶絶激辛というね、激辛メニューを挑戦したいかなと思います。それでは今回も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。はい、それでちょっと中入っていきます。今日ねちょっとあんまね大きな声出せないんであれなんですけども、まずカレーのね辛さをこう選べると、そしてそこにトッピングといった感じでこれを書いて注文するみたいな感じで、どうしようかな。もつ膳、もちろんね悶絶激辛の、どうしようかな、大盛りにしよう。悶絶の大盛りにくださいと言います。いただきます。さあ、殺しのカレーさん、お手並み拝見ですよ。はい、でこれちょっとさっき撮ってました、この福神漬けとらっきょうは、はい、この制服スタイルなんでね。はい、じゃあちょっとこれをトッピングしていきましょう。めっちゃうまそうですねこれ。ただ油断はしてはいけないと、はい、殺しのカレーですから。甘辛い、コクがあってね、めっちゃ美味しい。これ何なんだこれ、うまいな、これカレーのコクがすごい美味しいね。ちょっとウインナーもいってみましょう。うまっ、ナスが美味しい。これ新鮮シャキ、これ野菜トッピング、これいいね、美味しい、これ進むわ。うん、はい、かぼちゃ、おいしい。なにこれ、全然殺されてないよ。ほんとこれうまいね。あ、この漬物もうまいわ。この漬物コクの中にね、こうピッとくる辛みがあります。うま辛い、まさにうま辛オブうま辛。進む進む、箸が進むぞ。いや、これスプーンなんですかね。半分食べ進めましたけど、これいけるね、おいしいね、たまらんぜ。体の内側から温まってまいりました。さあ、残すところは3分の1でしょうか。よく美味しいところは最後まで残すと言いますけどもね、全部美味しいからね、どれから食べようかななんてね迷っちゃいますよ。実はね、この殺しのカレー屋っていう名前ですが、いかにもちょっとおっかない名前ですけども、実はね、そういった意味の殺しの意味ではないということだけをお伝えしておきます。詳しくはね、ちょっと概要欄とか概要欄に説明書きしておきますので、そちらをご覧ください。違った意味で悶絶しますねこれ、うまい。久しぶりにこんなうまいカレー食ったわ。
クソサバでした。辛さレベルの発表していきましょう、殺しのカレー、辛さ悶絶激辛辛さレベル辛さレベル3です。おめでとうございます。3です。名前負けせずに、もうね、これうまかった、マジで美味しかった、はい、もう美味しさで悶絶するようなカレーです。このルーもね、コクがあって非常にご飯が止まらない、一品になりました。で、これ野菜が特に美味しかったですね。このナスがもうなんか分厚くて、新鮮な野菜でね、野菜トッピングおすすめです。福岡ヨタサイとかね、激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますんで、フォローお願いします。うまさで悶絶ですから、まあ、別の意味で殺されましたよ、本当に。通報します。